在网络面前的弟兄姐妹，大家平安。オンライン集会に参加している兄弟姐妹の皆様に平安がありますように。我知道大家都用敬虔的心，我们一起来敬拜神。ぜひ敬虔な心を持って神を礼拝しましょう。神在查看我们，也非常为我们高兴。神は私たちを見ていますので、もし私たちが経験に礼拝しているならば非常に嬉しく思ってくださると思います。今天我们要学习的题目是祷告是绝对必要。今夜皆さんと学ぶテーマというのは祈りは絶対に必要とされるものです。祷告就好像人的呼吸。この祈りというのは人の呼吸のようで。这是绝对必要的。絶対に必要とされるものです。人若没有呼吸的话，もし人間に呼吸がなければ，就会缺氧啊，人就会死掉。酸欠で亡くなってしまいます。祷告也是如此。祈りも同じで。我们若没有祷告，もし私たちが祈らなければ，我们灵命就会枯干而死亡。私たちの霊の命が枯れて亡くなってしまいます。所以说，我们在做任何事之前。私たちがどんなことをする前でも、我们都要懂得先祷告。まず祈ることをしましょう。在现今有不少的信徒灵命为什么软弱的呢？今となってどうして多くの信者たちの霊の命が弱くなっているかというと、他们并不是活得很快乐。彼らは決して楽しく生きているわけではありません。因为他们体验不到神。そうなってしまうのは彼らが神を体験できないからです。假如我们能够有一个活泼健康的灵命，もし私たちが生き生きとした健康的な霊の命があれば，一定会体验到神的同在。必ず神が共にいてくださることを体験できるはずです。我们的生活就充满着喜乐。跟平安，そうすれば私たちの生活に喜びと平安とがあふれるものになるでしょう。那我们现在呢，可以从一个枯干骨头复活的意象，我们来学习。今からですね、この枯れた骨が、この蘇ったという、この幻を持って学びます。他告诉我们一个很好的见证。そこから非常に良い証を教えてくれています。我们来翻开以西结书三十七章。エゼキエル書の三十七章を開いてください。以西结书啊，三十七章。エゼキエル書の三十七章。三十七章，我们请看到第七节。三章七节。这个是神要先知啊来说预言的。ここで神が預言者にこの預言を語りなさいと言っています。因为先知先看到的一堆死人的骨头。この預言者はまず死んだ人の骨を見ました。那神问他说：“这些骨头能够复活吗？”そこで神がこの預言者に聞いたのが、この骨たちは蘇ることができるんだろうかと。先知很有把握对神说。そこで預言者が確信して言いました。神啊，你知道的。神よ、あなたはそれを知っています。意思、能不能复活是在乎神。つまり、これらの骨が蘇るかどうかは神にかかっているということです。所以神就教导先知怎么样让死人的骨头复活。そこで神が預言者に教えたのはどうやってこの骨を蘇らせるかということでした。第七節呢，先知就说预言了。七節になるとこの預言者は預言を語りました。当他说预言的时候啊，この時に不料有响声啊。大きな音がしたと。有地震。また地が揺れていた。代表神的作为。つまり神の御業が示されたということです。这个是很奇妙。この時不思議なことに。死人的骨头就互相联络了。蘇った人たちの骨と骨が相連なって。先知再仔细看。預言者がさらによく見てみると。骸骨上有筋呐。その骨の上に筋ができていた。把骨头紧紧的连在一起。そしてその肉同士、その骨同士をよくつなげていました。骨头又长了肉了。さらにその骨の上に肉が生じて。又有皮遮蔽其上。皮がその上を覆っていました。但是还没有气息。しかしその時息はその中にはなかった。第九节呢？九節。主要
告诉先知说了。主はまた預言者に言いました。你要向骨头发预言。あなたはこの骨に向かって預言を語りなさい。说神这样说。神はこう言われたんだと。气息啊，要从四方而来。この息を、その四方から吹いてこい。吹在这些被杀的人身上，他们就活了。この殺された者たちの上に吹くと彼らは生きることができる。第十節呢，先知就说了。そして十節になると、很奇妙，气息进入骸骨。息が骨の中に入っていくと、骸骨变活了。この骨が蘇ったと。站起来成为极大的军队。立ち上がって非常に強い軍隊となった。从这里就告诉我们。これらのところから分かるように。就是我们要如何让软弱的灵命坚强起来呢？どうすれば弱くなってしまった霊の命を強くすることができるのか。第一个，当然骨跟骨要互相联络啊。骨と骨が相連なっていないといけません。这是什么意思呢？これはどういう意味かというと。骨与骨的互相联络。骨と骨が相連なる。代表关系对了，その関係性が正しいということを意味します。小腿的骨头跟小腿、大腿的骨头要连接在一起。この足太ももとその下の部分はつながっていないといけません。它位置对了。位置が合っていれば。这是很重要。合っていることが重要です。今天我们弟兄姐妹。今日多くの兄弟姉妹たち。就像一个身体的一个肢体。は一つの体の主体のようです。所以大家都很知道说人跟人的关系要做好。だから人間関係をしっかりと気づかないといけないことをみんなが分かっていると思います。有了好的关系，生活就愉快了。良い関係性が築かれていくと生活は非常に愉快になります。但是很可惜。しかし残念なことに。事实上，在我们生活当中，実際私たちの生活の中では、人都看到别人的缺点。人間は他人の欠点を目にします。很少看到自己的缺点。自分の欠点をあまり目にすることはできていません。所以看到别人的缺点就讨厌对方了。だから他人の欠点を目にすると相手のことを嫌います。彼此讨厌了。そして互いに嫌います。就失去了和睦了。そこで仲むつまじく過ごすことはできなくなります。这怎么是同一个肢体呢？それじゃあ一つの主体とは言えないのではないでしょうか。夫妻之间也是一样。夫婦間もそうです。夫妻是关系很密切的。夫婦関係というのは非常に密接なものであるはずです。夫妻关系不好。夫婦関係がうまくいかなければ、家庭就失去和睦了。その家庭に仲むつまじさはありません。甚至要破碎的。さらにはその家庭が壊れる恐れもあります。有一个做太太的。ある妻たる者は、她一天跟她的丈夫说啊。いや、夫に言いました。你陪我去逛街去买东西。私と一緒にショッピングして、この買い物しましょうと。她丈夫说今天有足球比赛。一方で、その夫は今日サッカーの試合があるから。我要看足球比赛。私はそれを見たい。哇，太太很生气啊。そこで妻は非常に怒りました。这个丈夫怎么那么自私啊？なんでこの夫はこんなにも利己的なのかと。一气之下哈。怒ったあまりに。太太就出去了。妻は出て行きました。来去买东西呀。買い物に行きました。哦，东西买了很多了。多くのものを買ってきました。啊。要结账的时候，しかし、このお金、その支払いになった時、支払うときに、打開他的皮那个袋子要拿皮包，そのカバンを取り出そうとしたときに、结果那个收账员呢，看到，你的皮包里怎么有一个遥控器啊，电视的遥控器。そこで、このレジにいた、方が、そのバッグの中に、このリモコンが入っていたことに気づきました。他就跟那个收银员说，因为我丈夫啊不陪我来买东西。そこで、この妻たる者が、レジにいた、方に言ったのは、自分の夫が一緒にショッピングしに来なかったからと。他要看足球比赛。その彼は、サッカーの試合を見ようとしたから。我就把电视的遥控器把它拿出来了。そのテレビのリモコンを、外に、持ち出しました。可是当他这个太太呢拿信用卡要结账的时候，しかし、この妻たる者が、このクレジットカードで決済しようとしたとき、服務員が、对不起、你的这个
信用卡被锁起来了。あ、そしたら、レジの人に言われたのが、このクレジットカードはロックされています。原来他丈夫把他的信用卡锁了。それは、彼女の夫がやったことです。但这个太太心里也暗笑了哈。その妻は、ここの中で笑いました。没关系、我丈夫的信用卡在我这边呢。大丈夫だと、自分の夫のクレジットカードが自分のところにあるんじゃないかと。所以那そこで、この夫のクレジットカードで決済しようとしました。那服务员说：“那密码呢？”そこで、そのレジの人に言われたのが、じゃあパスワードはいくつですか。没有，你就拿他丈夫的手机呀、啊。他把丈夫的手机拿出来。彼女は夫の、その携帯電話も持ち出していたので。在他丈夫手机里头拿到密码了。その、携帯電話の中から、パスワードを見つけて、うまく決済できて家に帰りました。这个太太说我比我丈夫聪明了。その妻が思ったことは、私は自分の夫より賢い。可是回到家的时候，しかし家に帰った時に、一个丈夫的车子不见了，开走了。夫の車が、どっかに行きました。再看门口啊，有一张条子啊。また、その玄関の前に、ある紙が貼られていました。是他丈夫留了一个条子。その夫が、残したものです。你有事打电话给我。何か用事があったら私に電話してくださいと。糟糕。まずいと。有事打也打不了啊。用事があっても電話かけようがないです。因为电话在他身边呢，没有在丈夫那边呢。電話は自分の、その夫の電話、電話は自分の元にあるから。更糟糕的是门的钥匙啊，被丈夫拿走了。もっと最悪なことに、この玄関、その家の鍵は、夫が持ち出していました。他进不了房子了。だから家の中に入ることはできません。你看夫妻这样勾心斗角啊。夫婦がこうやってお互いのこと、そのお互いのことをまあ、你看这样的婚姻生活、計算してやっています。快乐吗？このような生活は楽しいものでしょうか。所以呢，人与人之间常常哈。不能够互相接纳。だから人と人の間はよく、受け入れることができないことが多いです。你对我不好，我就对你不好。あなたが私に悪いことをしてくるならば、私も、悪いことをしてやると。人怎么会和睦呢？それじゃあ仲むつまじく過ごすことはできません。所以我们在教会里面呢。私たちが教会において。我们要了解，我们已经属于主耶稣了。すでに、どちらも、キリストに属しているものだと理解して、兄弟姉妹たちは自分と同様に主体であると。每个人灵性各有不同。だから、人それぞれ、霊の命の、まあ、レベルが違います。灵性好的要体谅灵性弱的。なので、レベルの高い人は低い人のことを思いやってあげましょう。但这个说来不简单呢。まあしかし、そう言ってもなかなか実行することは難しいです。你说怎么办？じゃあではどうすればいいんでしょうか。祷告是绝对必要的。祈ることは絶対に必要とされることです。我们要不断的祷告啊。私たちは絶えず祈らなければいけません。来修正自己。そして自分を正していかないといけません。来接纳别人呐。そこから他人を受け入れます。啊，这样呢？肢体跟肢体才能够连接在一起。そうやって初めて、主体同士が相つながることができます。这段圣经要告诉我们。この聖句では私たちに教えているのは。连络，但是有筋要把它连接在一起。骨と骨が、この相つながるときには、筋ができないといけません。才能够合一呀、啊。そして初めて一つになることができる。这个筋代表什么？この筋は何を意味しているかというと、代表神的道理。神の教えです。圣经说，我们在真道上合一。聖書によれば、私たちは誠の教えによって一つになる。这很重要的。これが非常に重要です。在教会里面呢。教会の中では。人若不懂得真道。人間が誠の教えを理解しなければ。很难合一的。一つになることは非常に難しい。假如说大家不按真理来做事情的话。みんなが真理に従って行わなければ。我想我的，你想你的。私が私のことを考え、あなたはあなたのこと、あなたの考えを持っている。一起侍奉呢？その両者がどうやって一緒に奉仕することができるんでしょうか？所以我们人若是不懂道理的时候，人間が教えのことを分かっていなければ、常常自以为我想的我对。
自分が考えていることは正しいと思い込みます。你不对。だからあなたは間違っていると思います。那么这样的教会啊，绝对不会同心的。そのような教会では、兄弟姉妹同士が心一つにすることは絶対にありません。在一个家庭里头也是一样。家においてもそうです。一家人的道理观念不同。家族の人がそれぞれ教えに対して持っている考え方が違うければ。我要守安息日，他不要守。例えば片方は安息日を守ることを重要視しますか、もう片方は重要視しません。能一起生活呢？それじゃあ一緒に生活するのも大変でしょう。有人说不一定要常常聚会啊。またある人は別にそんな頻繁に集会に参加する必要はないんじゃないかと言います。有空聚会就好了。暇があったときに集会に参加すればいいと考えます。这就是说他不懂得聚会的重要。その人には集会に参加する重要性を分かっていません。当一个人不了解聚会的重要。一人の人間が集会に参加する重要性を理解しえないとき。道理呢就不懂了。教えを理解できません。信心就没有办法提升了。信仰心が高まることもありません。离神就越来越远了。神からどんどん遠ざかっていきます。就没有办法体验神的同在。すると神が共にいるということを体験できます。马太福音十八章二十节告诉我们。マタイ福音書の十八章の二十節で私たちに教えています。我们看一下马太福音十八章。マタイ福音書の十八章。十八章二十节。二十節。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。就好像我们在现在在家里那个网络聚会。今皆さんが、この家の中で、オンライン集会に参加していると思いますが。我们有两三个人在那里聚会啊。2人が3人が集まって集会していると。神就同在了。神は共にいてくれます。有时候我们听的道理有所感受。時に私たちが教えを聞いて何か感じ取ることがあると思います。孩子喜欢跟我们分享。子供が分かち合いたいと考えます。聚完会以后谈个不完。そしたら集会の後に話して話す時間はあっという間に過ぎていきます。父母有时候很感动啊。時に親としても感動を受けます。好久没有跟孩子谈话。しばらくの長い間この自分の子供とこんなに話したことはなかったと。神的话感动了孩子的心啊。神の言葉が子供の心に感動を与えて、他也把最近发生的事情来跟我分享。子供が最近自分の身に起こったことを教えてくれます。他就可以感受，神在他心上动工了。なので、その神が自分の身に働きかけたことを子供も体験できます。有些信徒呢，不了解祷告的重要。一部の信者は祈る重要性を知りません。有时候说，祷告是自我安慰而已啦。人によれば祈りはただの自分を慰める行為だと言います。他不相信说祷告是跟神在交通啊。祈りは神と話していることを知りません。等到遇到困难的时候。困難にぶつかったときに。他就叫大家帮助我祷告啊。他の人に助動してくださいと言います。那时候才知道啊。その時になってようやくわかります。主若愿意啊。主の御心でしたら、我就能够解决这个困难。私がこの困難を解決できます。主若不愿意的话、しかし主の御心でなければ、那我糟糕了。まずいと、事情就解决不了了。この問題は解決されない。那时候他就体验到了。その時になってようやく体験できます。祷告太重要了。祈ることはいかに重要であるか。所以我们的心不要狂傲。だから私たちの心は高ぶってはいけません。我们的眼睛不要高大。そして、私たちの目も高ぶってはいけません。很多事情我们是看不透的。多くの時、私たちは物事を見抜くことはできません。如果没有大家的带导、みんなの助動がなければ、没有自己的祷告、自分の祈りがなければ、很多事情很难解决。多くの問題はなかなか解決されません。所以说你不祷告怎么行呢？だから祈らないわけにはいけません。所以教会要合一。教会が一つになるためには、要认真学习道理。真面目に教え学ぶことは必要です。你有祷告。
そしてあなたが祈っている道理就容易听懂了ならば、教えを理解しやすいです信心提升了信仰心が高まりやすいです、啊、跟家人合一了そして、家族と一つになることができます跟弟兄姐妹合一了兄弟姉妹と心一つにすることができます、啊、这个骨头有了筋以后そしてこの骨に筋ができたら又长出肉来了肉も生じます为什么会有肉呢なぜ肉があるかというと你看一个人哈ある人を見ると他就整天躺在床上病床上もしその人が、この毎日、病床の上で、横になっているならば他肌肉会消失啊その筋肉は、消えていきます就一个人他有在运动一人の人間が運動しているならば他肉会长出来筋肉が、そのできます这肉代表什么でここにある肉というのは何を意味しているかというと私たちが教えを実践する行為することを意味します什么叫行道教えを実践するとは何か道理的总和就是爱心、啊、教えのまとめは愛です你把爱心行出来あなたが愛の心を実践するならば就像你的灵命长的肉一样あなたの霊の命に肉がついたのついたことのようです所以爱是要付出的だから愛というのは、尽くす行為が必要です愛不是自私的そして愛というのは利己的なものではありません这个观念是很重要的この考え方が非常に重要です有一次、啊、有一个、啊、这个一对老夫妇、啊、ある時、年取った夫婦が、啊、他有 一栋、啊、很漂亮的花园的、啊、这个房子その夫婦に、この非常に綺麗な花園がついている家がありました非常漂亮その家と花園は非常に綺麗です因为某一件事情他必须移民的 移到别的地方去しかし何かの原因で別のところに引っ越さないといけませんでした他要赶快卖出这个房子急いでその家を売却しないといけませんでした他必要一笔钱その金は必要でした一个年轻人知道了ある若者はそれを知っていて他急需要钱呐その年取った夫婦にお金が急遽必要とされることを他就给他杀价了そこでこの値切りをしましたあ、最後那个这个夫婦、这个老夫婦就好了、卖给你了。その夫婦、年取った夫婦は同意して売ってあげました。价钱都讲好了。その値段についてもちゃんと話し合って決めていました。老夫婦跟他讲。数日後、この年取った夫婦は相手に話しましたが。あ、年轻人啊。你十天里面哦，把钱汇给我好吗？啊，十日以内に、その私にお金振り込んでくれないかと。哇，青年知道说，哇，这个老夫很需要钱呐、啊。なので、この青年は、この年取った夫婦に本当にお金が急遽に必要とされるんだなと分かって。就跟这个老夫讲，我不买，不买了。その年取った夫婦にじゃあやっぱ買わないと言いました。啊、除非你降价。あなたが値切りしなければ。哦啊、趁着这个老夫需要钱的时候、啊、再给他杀价。この年取った夫婦が急遽お金必要としている、という隙を狙ってまた逃げを要請しました。老夫很需要钱。その年取った夫婦は本当にお金必要としていたので。啊也能够接受他杀的价钱了。その値切りがされた後の値段を受け入れることができました。年轻人很高兴啊。この若者は非常に嬉しくなりました。这么漂亮的房子，我用很少的钱买到了。こんな綺麗な家を本当に少ないお金で買うことができたと。当年轻人呢、啊，搬进这个房子的时候，この若者がその家に引っ越した後に、啊，这个房子太漂亮了。その家はあまりにも綺麗だったので、啊、他一进门的时候、彼はその、門から入った後に看到门上面贴了一张条子、その、門に、紙が貼られていることに気づきました欢迎你住在我们这个有纪念性又漂亮的房子里面、私たちのこの記念性があり綺麗な家へようこそと、啊、然后他门打开以后啊彼はその扉、その門を開いた後に又看到冰箱那边有贴了一张条子、冷蔵庫にまた紙が貼られていることに気づきました我已经为你们预备了十天的食物、啊、
私たちはすでに10日分の食べ物を用意してあげました。哇，大家真的冰箱都是东西。実際に冷蔵庫にいっぱい物が入っていました。旁边又有一张条子。またその隣に紙が貼られていました。告诉说你要去超级市场，哎，怎么走？そのスーパーマーケットへの行き方をが書かれていました。他又看到电表上面又一张条子。また近くにもう一つ紙が貼られていて、我已经为你们预备预付了预先付付了一个月的电费。そのあらかじめ1ヶ月分の電気代を払ってあげました。年轻人带了很多朋友在看他的房子。この若者は多くの友達を連れてその家を見ていました。看到这些条子的时候，これらの紙を見た時、年轻人很丢脸啊。この若者は非常に恥ずかしく感じました。你对这老夫妇那么样的残忍啊。自分がこの年取った夫婦にあんなにひどいことをしたのに、一直砍掉他的那个房价。ずっと値切りしてきたのに、老夫并没有报复。この年取った夫婦は報復しませんでした。还这么有爱心对待他。これだけ愛の心を持って自分にその何かをしてきたと。他觉得很惭愧啊。非常に申し訳ないと感じました。他看到这对夫妇那一种的成全别人的美梦那种爱心啊。この年取った夫婦が他人のその夢を叶えてあげたという叶えてあげたその良い心を見ました。想到自己的贪心太惭愧了。そこから自分の貪欲について考えていると本当に申し訳ないなと感じました。一个人要活得尊贵啊。一人の人間が尊く生きるために、就是有爱心肯付出。愛の心を尽くすことが重要です。在我们教会里面，私たちの教会でも、我们就可以看到这样的事情。このようなことを見ることができます。因为圣经说，聖書には、以忧伤的人同忧伤，憂う人と共に憂う。以喜乐的人同喜乐，また喜ぶ者と共に喜ぶ。当我们弟兄姐妹生病的时候，兄弟姐妹たちが病気にかかったとき，或遇到急难的时候，急遽困難にぶつかったとき，弟兄姐妹都是付出所有的时间。兄弟姉妹たちは全ての時間を尽くして关心帮助、助け関心を寄せ、人家看了以为说啊，这是你们的家人啊。他の人はこの人たちはあなたたちの家族なんですかと思ってしまいます。家人还亲切。家族以上に親しいものだというふうに分かります。所以有些人看了就很感动。人によってはそれを見ると感動を受けます。哦，原来是你们教会的人呐。なるほど、あなたの教会の人なんですねと。所以就感动了那一些。人呐，来认识主耶稣。そうやって感動を受けた人は、この教会に来て、主を認識しようと、やってきます。真正的爱是一般人做不出来。本物の愛というのは一般の人間にはできません。如果没有特别的祷告，特別に祈っていなければ、我们真的很难结出这种爱的果子来。なかなかそうやって愛の心において実を結ぶことはできません。当这个骸骨长出肉以后，そしてこの骨に肉が生じた後、接着就是肉上面有皮遮蔽啊，皮がその上覆っていました。这皮遮蔽就变成很有体面了。これによって非常に見栄えがいいものになります。就非常好看了。非常に綺麗に見えます。今天在教会里面，今日教会の中で、我们每个人恩赐各有不同。私たち一人一人の賜物は違います。我们也知道恩赐是从神来的。また賜物というのは神から来るものだと知っています。我们有恩赐的人，就是为了要荣耀神。賜物を持っている人というのは神に栄光を期するためにその賜物を発揮しなきゃいけません。所以教会有一些人是没有恩赐，恩赐比较少的。教会の中には賜物に不足している人もいます。那有恩赐的人呢？賜物の多い人は会特别体谅恩赐少的人。賜物の少ない人を思いやることができたりします。譬如说在教会服侍啊。例えば教会の中で奉仕するってなった時に。有些人教育程度很高。ある人たちは非常にこの高いレベルの教育を受けてきました。教育程度低。しかし一方でこの教育レベルがその低いレベルの教育しか受けてきていませんでした。知道。しかし私たちが分かっているのは、一个人的恩赐不是因为你教育程度高就有恩赐。
賜物の多さというのは決して受けてきた教育のレベルの高さには比例しません。也不是教育程度低就没有恩赐。その低い教育のレベルしか受けていないからといって賜物がないというわけでもありません。所以我们在教会里面呢。だから私たちは教会において。不是看人的外表。人の外見を見ません。教育程度低的。教育その高い教育レベルの教育を受けてこなかった人は被轻看軽んじられる不会被轻看不会被轻视軽んじられることはありません。反而我们为他祷告かえって私たちは助投してあげます。帮助他助けてあげます。让他有信心相手に信仰心があるようにします。让他能够领受更多的恩赐相手がもっと多くの賜物をいただけるようにします。所以有一些受教育不高的人だから、まあ、一部の信者ですがあんまり、高い、レベルの教育を受けてきてませんでしたが他的是参与圣工喜んで宮田家に参加します。他做 家庭小组的组长例えば、家庭単位の交わり会 の、このリーダーに なろうと思って他会带领查经的そして聖書調べを引いていきます。圣灵又帮助他また聖霊が助けてあげます。他可以上台讲道了その人が講壇に上がって説教をすることができるようになりました。他很有很忠心またその人は非常に忠実であったので圣灵又帮助他聖霊がさらに助けてあげて更大的恩赐来带领教会その人はもっと多くの賜物を持って教会をリードすることができます。所以从这四个阶段だから この4つの段階から就让我们知道私たちが分かることがあります。都是圣灵在带领我们聖霊が私たちを導いているということを彼此可以联络建立感情だからこそ私たちがこの互いにその感情を育むことができます。彼此分享道理在正道上合一また互いに教えについて分かち合って誠の教えにおいて一つになることができます。彼此 真心的付出また真摯に何か尽くして那我们灵命越来 越健康霊の命がますます健康になります。我们谦卑的侍奉私たちが謙虚に奉仕するならば让大家都得到神的恩赐みんながその神から恵みを受けることができます。所以圣灵大大充满聖霊が大いに満たしてくれると我们就好像一对强大的军队了。私たちが強い軍隊のようになります。所以说这个都是靠着祷告来的。これらはすべて祈りがなければいけません。没有祷告的话，もし祈りがなければ、怎么能够成为强大的军队呢？強い軍隊になることはできるはずもありません。所以我们要让教会发展。だから教会を発展させるには、我们每一个人都要认真的祷告。どの人も真面目に祈る必要があります。不止祷告能够让我们强壮起来。祈ることによって私たちが強くなれるだけではなく、祷告能够改变一切。祈りはすべてを変えることができます。改变什么呢？何を変えられるかというと、改变环境。環境を変えられます。就像这个以利亚。例えばエリア。那时候北朝的以色列国呢那个堕落その時北のイスラエル王国は堕落していました。所以三年半没有降雨的3年半の間雨が降っていませんでした。但是エリアの祷告しかしエリアの祈りは三年半以後降雨だエリアの祈りがあってからその雨が降るようになりました。为什么会降雨なぜ降ったかというと因为以利亚让那些百姓知道他们拜偶像是错的エリアは民に偶像礼拝は間違っていることを分からせたからです。当他们把这个假的那些先知除掉的时候彼らが偽神の預言者を全部取り除いた後代表他们彻底悔改了徹底的に悔い改めたので雨就降下来雨が降りました。今天我们也是一样今日私たちも同じで我们今天好像面临这个饥荒一样今日私たちも危機に遭っているような状況です。全世界充满着疫情世界中に疫病があふれています。被病毒威胁ウイルスの脅威にさらされています。什么时候能够停止いつ収束できるか必须我们特别的祷告了分からないんですけれども私たちが特別に助投する必要があります。全世界的人要悔改全世界の人が悔い改める必要があります。不悔改这个病毒还是仍然留着
でなければ、このウイルスは引き続き、残る、ことになるでしょう。我们的生活就越来越痛苦了。私たちの生活がますます、その辛いものになるはずです。所以我们要解决这个世代的问题。この世代、この時代の問題を解決するためには、特別祷告。特に祈らないといけません。我们自己先认罪悔改。私自身がまず罪を認め悔い改めます。我们有没有尽心的把重要的道理来传来告诉那些还没信的人？私たちは重要な教えをまだ信じていない人に伝えてきたのでしょうか。我们身边的那些还没信的人。少なくとも自分の身の回りでまだ信じていない人に対しては伝えたんでしょうか。我们能够引导他们来认识神。もし私たちが彼らを神のもとに導くことができれば、認罪悔改。そして相手も罪を認め悔い改めることができれば、影響力会一直扩展出去的。その影響力はさらに拡大することになると思います。不但这样会扩展出去，それだけではなくて、把人败坏的本性呢也改变了。人間の、その腐敗してしまった性質を変えることができます。人の本性真的很難改。人間の、その性質というのはなかなか、変えがたいものです。但是圣经告诉我们。しかし聖書は私たちに教えています。那些耶稣的门徒啊。イエスの弟子たち。得到圣灵以后。は聖霊を受けた後に。一个一个那个这个他们的个性改变了。その一人一人の、性格というのが変わりました。变得非常的好。非常に良いものになりました。没有爱心的愛の心なかったものがあるものになり。没有信心的变能有信心。信仰心のなかったものがあるものになり。同时他们的命运也改变了。彼らの運命も変わりました。彼得也知道。ペテロは分かっていました。要把改变一个人的命运。一人人間の運命を変えるには。只有靠神的能力啊。神の力に頼るしかありません。有一个四十几岁的一个瘸腿的。四十数歳の、歩けなかった人が四十几年都当乞丐、それまで、この乞食の生活をしていました。彼得奉耶稣的名告诉他。しかしペテロは主の名によって彼にあることを伝えました。金銀我没有啊。金銀は私にはない。我把所有的给你。私が持っている、ものを与えよう。奉拿撒勒人的名叫你起来走路。ナザレ人イエスの名によってあなたは歩きなさい。我们所有的是什么？私たちが持っているものは何でしょうか？对神的信心、神に対する信仰心です。我们有这样的信心。もし私たちが、そのような信仰心を持っているならば、我们就可以帮助那些软弱的人。私たちは弱い者を助けることができます。他的命运改变了。そして彼らの運命が変われば、他会起来走路了。歩けるようになったら、他可以自己处理自己事情了。自分で問題処理できるようになれば、他的生命改变了。その命も変わることになります。有些人呢，婚姻生活不愉快。ある人の婚姻生活によってうまくいきません。能解决不了的。人間では解決できません。但是我们知道。しかし私たちに分かっているのは、有信心依靠神。信仰心があって神により頼むなら、一个破碎的婚姻能够和好。この壊れかけている婚姻も元に戻ります。他的命运也变得更好了。そしてその運命はまたいいものになる、になり、いいものになります。所以说祷告可以改变一切。だから祈りはすべてを変えられると言えます。祷告更可以让我们明白神的意思。また祈ることによって私たちは神の御心を知ることができます。人生、人在路在世界上。人生によって。那么我们常常呢最怕是什么？不晓得往哪里走啊。私たちが最も恐れているのはどこに行けばいいかわからないということです。环境千变万化。環境は絶えず変わります。要怎么去走呢？ではどのようにして歩めばいいのでしょうか？只有神知道。それを知っているのはただ神だけです。所以我们不知道的事情。私たちが知らないことは。又大又难的事情。大きなこと、難しいこと。只有神知道。を神しか神だけが知っています。我们来看耶利米书。エレミヤ書を見ます。三十三章。三十三章。耶利米书三十三章。エレミヤ書の三十三章。我们来看第三节。三節。三十三章第三节。三十三章の三節。你求告我，我就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。这是神对于耶利米的应许。これは神がエレミヤに対して約束したことです。其实也是对我们的应许。これは私たちに与える約束でもあります。神说你只要求靠我。
神がいたのはただ私に呼び求めよ。我就答应你。そしたら私は答えてやるよ。你所不知道的。あなたが知らないこと。又大又人的事。大きなこと、隠されていること。我要指示你。あなたに示そう。所以我们今天。だから今日私たちは。要培养这个祷告的生活。その祈る習慣を身につけて生活をしましょう。有定时的祷告。時間を決めてお祈りします。也找我们祷告的朋友。また祈る仲間を見つけて、祷告的弟兄姐妹、一緒に祈る兄弟姉妹を見つけ、一起来祷告、一緒に、そして一緒に祈ります。所以现在我们有分区的这个群组啊。今各母教地区に分かれていると思いますが、我们在这个群组上面呢、啊，我们都会发布消息。グループチャットで、そのお知らせをしていると思いますが、有的一天祷告两次，有的一天祷告三次。人によっては一日に二回、また人によっては三回祈ります。在严重的事情上面，ひどいことに関しては、我们就要禁食祷告。私たちは、断食してお祈りします。主耶稣也这样教导。イエス様は私たちに教えました。教导门徒啊。でまあ、イエスは弟子に教えていましたが、悪霊を追い出すときに、缺乏力量、力に欠けているとき、就要禁食祷告、断食をして祈りなさいと。所以我们要很清楚了解自己。私たちははっきりと自分のことを認識しましょう。我们知识有限、私たちの知識に限りはある。能力有限、能力に力、限りがある。所以要怎么面对生活上的难题呢？だからどうすれば生活の難題にぶつかる、に直面することができるんでしょうか？祷告是我们唯一的一条路。祈ることは私たちに残された唯一の道だ、道です。祷告解决了我们问题。祈りによって私たちの問題は解決されます。也带来我们的喜乐。また喜びをもたらしてくれます。所以我们一定要记住。だから必ず覚えておきましょう。每天的祷告是绝对必要。毎日祈ることは絶対に必要です。一起来唱诗，一緒に賛美歌を歌います。406首，406番。Thank you.